エーミー・バンダイケンはアメリカ合衆国コロラド州デンバー出身のアメリカ人女子競泳選手である。1996年アトランタオリンピックで50メートル自由型100メートルバタフライ400メートルフリーリレー400メートルメドレーリレーで4位間を達成し2000年シドニーオリンピックでも400メートルフリーリレー400メートルメドレーリレーで金メダルを獲得した。 400m リレーと 400m メ,メドレーリレーで銀メダルを獲得しアメリカに貢献した。個人種目では 50m 自由型で銅メダルを獲得。50m 自由型 100m 自由型 400m リレー 400m メ,メドレーリレーの4冠を達成。初のオリンピックとなったアトランタオリンピックでは 50m 自由型 100m 自由型 4 0 0ルリレー、4 0 0ルメドレーリレーの4冠を達成し、アメリカ競泳女子エースにふさわしい結果を残した。5 0ル自由型4 0 0ルリレー、4 0 0ルメドレーリレーの3冠を達成。シドニーオリンピックは肩の怪我に苦しみ、3種目のみの出場となった。5 0ル自由型は4位に終わり、4 0 0ルリレーと4 0 0ルメドレーリレーで、 金メダルを獲得したが、メドレーリレーでは決勝メンバーに入れなかった。ありがとうございます。